アジア太平洋経済協力アジア太平洋経済協力会議アジア太平洋経済協力会議は環太平洋地域における多国間経済協力を進めるための非公式なフォーラムである略称 APECAPEC アジア太平洋という概念が最初に打ち出されたのは長野茂雄が1967年に発足させた太平洋経済委員会 ベックという経済団体の設立時であるとされるが、具体的にこうした地域概念が政府レベルの協力枠組みに発展する方がは、1978年、日本の大平正義首相が就任演説で艦太平洋連帯構想を呼びかけたことにある。これを具体化した太平政権の政策研究会、艦太平洋連帯研究グループ、議長、大北三郎、幹事、 佐藤聖三郎の報告を受け、大平がオーストラリアのマルコム・フレーザー首相に提案して強い賛を得たことが、1980年9月の太平洋経済協力会議、ペックの設立につながった。ペックは地域における様々な課題を議論し研究するセミナーといった趣のものであったが、これを土台にして各国政府が正式に参加する会合として設立されたのが、 APEC である。APEC は1989年にオーストラリアのホーク首相の提唱で日本、アメリカ合衆国、カナダ、韓国、オーストラリア、ニュージーランド及び当時の東南アジア諸国連合、ASEAN アア加盟6カ国の計2カ国で発足し、同国のキャンベラで閣僚会議、ミニスティリエルミーティングを開催した。また、1993年には、 米国のシアトルで初の首脳会議、エコノミックリーダーズミーティングが持たれた。この時にボンバージャケットを各国首脳が着用したが、これ以降に開かれている APEC の会議で参加者が主催国の伝統衣装を着る慣例の始まりとなった。現在は首脳会議、外相、経済担当省による閣僚会議をそれぞれ年1回開いている。シンガポールに常設の事務局を置き、 開催国から任期1年で事務局長が選任されている。参加しているメンバーは21カ国、地域で2012年現在、人口では世界の41.4%、GDP、国内総生産では57.8%、貿易額では47%を占めている。APEC は開かれた地域協力によって経済のブロック化を抑え、 域内の貿易、投資の自由化を通じて、世界貿易機関、WTO のもとでの多角的自由貿易体制を維持、発展することを目的と指摘が、近年の WTO の新ラウンドの停滞や自由、貿易協定締結の動きの活発化などによって、その存在意義が問われている。APEC には多くの国から主権国家として承認されていない、台湾、 中華民国や中国の特別行政区である香港が参加しているため、参加国、地域を指す場合には、国ではなく、エコノミーという語が用いられる。また、国旗や国家の使用は禁止されている。さらに、APEC は政治職を排除し、経済協力に焦点を絞ったフォーラムであるが、中華人民共和国と台湾、中華民国の政治的関係を反映し、 1991年の台湾の参加時に台湾からの首脳会議への参加者を経済閣僚、または財界指導者に限定するとの慣例が確立され、この慣例を守るべきことが明文化されている。2005年11月の釜山での首脳会議の際にも台湾は立法委員長、王金平の出席を予定していたが、中国の抗議や韓国の拒否により、 総統府経済顧問省就任、林信義を代わりに派遣した。しかし、2008年11月のリーまでの首脳会議では、台湾からは、過去最高クラスの国家元主級となる元副総統、連戦、中国国民党名誉主席が出席し、中国共産党の総書記、古今党、中華人民共和国主と会談を行った。これには、 台湾の国民党と中国の共産党両党の政治操作という背景があるのではないかという憶測が流されている。APEC エンジニア登録制度は APEC エンジニア相互承認プロジェクトに基づき有能な技術者が国境を越えて自由に活動できるようにするための制度。登録を受けた技術者は本制度に参加するエコノミーの域内で 共通のエーペックエンジニアという称号を有し、技術者としての能力がある程度の範囲で同等で、あると評価される。1995年に大阪で開催された首脳会議で、参加エコノミーの技術者を相互承認するための検討部会が設置され、相互承認プロジェクトを開始、1996年に韓国のソウルで開催された、 APEC 科学技術大会合で2010年までに技術者の越境移動を妨げる制度的、非制度的障害を低減させることが宣言され2000年に指針が策定された。日本、オーストラリア、カナダ、香港、韓国、マレーシア、ニュージーランドの7エコノミーは2001年から工学系技術者を相互認証するために APEC エンジニア登録を開始。 現在の参加状況は技術士技術者資格総合承認を参照。日本ではまず2000年11月に建設系のシビル分野とストラクチャル分野の2分野で登録申請が開始され、2003年11月にはメカニカル、エレクトリカル、ケミカル分野での登録申請が開始された。さらに二千六年三月からはジョテクニクル、エンバイロメンタル、 インダストリアル、ケミカル、インフォメーション、バイオ分野を加えた全11分野で登録申請が可能となっている。審査については、ストラクチャル分野の中の建築構造分野については、建築技術教育普及センターが行い、それ以外の分野については、日本技術司会が担当している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。